h d 二万八百六十八は地球からロザの方向に約百六十光年離れた位置にある重等級の恒星である。h d 二万八百六十八は太陽の約四分の三ほどの質量と半径を持ち、高度は約四分の一程度である。新バットでは h d 二万八百六十八は軽型種系列性もしくは大々色巨星としているが二千九年に 後日の惑星 HD2868B の発見を報告したモートオーラは準拠星としている。2008年に太陽系外惑星観測装置ハープスによって行われたドップラー分光法による観測で HD2868 を公転する太陽系外惑星 HD2868B が発見され、2009年に発見論文が発表された。 HD2868B は、離心率0.75という、極めて歪んだ、楕円軌道を1年強の公転周期で公転しており、少なくとも、木星の2倍の質量を持つ。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する、IAU100NM ExeWorlds プロジェクトにおいて、 HD2868 系はマレーシアに割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、マレーシア国内での選考と国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその母星に固有名が承認されるものであった。二千十九年十二月十七日、IAU から 最終結果が公表され、HD2868 はインターン、HD2868B はバイズリと命名された。インターンはマレー語でダイヤモンドを意味する言葉で恒星の輝きを彷彿とさせる。バイズリはマレー語でオパールを意味する言葉で惑星の神秘的な美を暗示する。ありがとうございます。